道立追分高校の入学式は学校からおよそ1キロ離れた公民館で行われ、25人が新たな高校生活をスタートさせました。追分高校は地震で被害を受けた体育館が今も使えず、阿部康彦校長は十分な環境は整っていないが、知恵を出し合って乗り越え、新たなものを作り上げてほしいと挨拶しました。勉強を頑張っていい職業につけたらいいなと思っております。中学校でも体育館が使えなくなって、卒業式を違うところでやってたので、地震ってあったんだなって改めて思うことありますね。工事ラッシュなどで一部部材の入手が難しいものの、道教委は今年度中には追分高校の体育館の改修を終えたいとしています。